久しぶりの質問回答コーナーしましょうか。4月以来ですか。96人記念。もしかして同じ人じゃないですか。どういう質問があったんですか。できないことを受け入れる能力、ネガティブケイパビリティとは。バズったやつですね。今のところ48回しか再生されてないんですけれども、お二人が思う自分の強みは何でしょうかというね、質問があったので、それで回答していこうかなと思うんですけれども、大丈夫ですか。すいません、タチは鼻水飛ばしてるところ申し訳ないんですけども。タチは鼻水飛ばしとんねん。そっちと一緒やわ。強み何だと思いますか。こういうのね、難しいなっていうふうには僕も思うんですよ。就活時代とかアルバイトのいわゆる長所でしょ。あなたは長所がありますけれどもね、そこ一番書きにくいですよね。自分のことを自分で褒めないといけない。今やったら、日本人が一番不得意なことになってきますけど、そういう義務教育当時は無理かなって言ったりするんですね。回答したい。いや、あなたの回答、これもネガティブケイパビリティですわ。これ必要ですわ。意味不明ですわ、ほんま。リングスファインダー面白そうですね。自分の悩みを受け入れてくれる、自分の強みを生かしてくれる場所や人、つまり自分のネガティブストレングスをファインドしてくれる。そうだな、ネガティブ&ストレングスファインダーとミートすることがハッピーのスタート。そうだな、そうそう、人生のハッピーターンなのかもしれませんね。もはやだから強みはでもそんなドヤ顔で解説できんな。え、分からんよ僕でも。いやだから、この自分らしく自分のままでいて勝手に強みを見てくれる人と出会うべきって言って、自分でわざわざ作り出すべきじゃない。見つけ出さなくても勝手に君のこういうところが僕はいいと思うというふうに言ってくれるような人と出会うことがいいんじゃないかっていう話。また、ああ強み弱みのあの概念をまず持ち込んでくるから不幸せになるんじゃないか。なるほどね。不幸せの話しかしてないけれども、辛くそういう概念を、まあ、持っていないというか、そういう概念の答えではないってこと。これそう、そもそもって話。そうそうそう。だって場所によってやっぱ変わってきますやん。弱み強みだってそのさ、就活でもあったでしょ。ああ弱みが逆に強みに言い換えられるみたいな、はい、結局言葉遊びなだけですから。これでもし強みなんですかって言われて、こうこうこうですって言われてもで答えたとしても、大多数の人はそれが弱みじゃないかっていう反応もあるやろし、それが強み、弱みによってちゃう。そうそうそう。だからもうその質問に答えることがナンセス。ナンセス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 。質問のお二人が思う自分の強みは何ですかっていう質問は何ですか。怒られるわ。だから社会に出てたりしてたら、まあ、ちゃんしっかり答えないといけないと思うけど、これは僕は YouTube チャンネルですから、もうこれ自由ですからね。自由ですから、だから自由で一回させてもらいますと、それがまあ強みと言います。あっちからしたら強みでもあるし、やるし、弱みでもあればな、答えれへんの回っていうので、まあ、弱みと耐える人もいるやろし、 だから最後の答えでしょ。僕最後にもまた自分が思う強み、昔あの場所に生まれ今ここに自分がいる、それが最高の強みであり最高の弱みだ。ほら出てますよ。まんまですわ。お前だ。お前だ。寿司三昧。自分ではそういうのにあんまりつけない方がいいんじゃないかなっていうことで、長所短所とか、ああ勝手にまあ自分らしく生きといて、こういうとこを長所だと取ってくれるところの方に行けばいいみたいな、まあ、あとは解釈は任せますと、そういう生き方の方がストレスフリーの方がいい。ストレスフリーなんじゃないかな。あ、なるほどなるほど。これはいい動画になったんじゃないでしょうか。そうですか。じゃあ今日はこの辺で君タブチョウやってない。え、君答えはね、こんなん言われたら、なんか僕の強みこれですって言ったらアホやろ。しかしまあ、だからね、僕もあの考えてましたよ。一応この質問が来て、僕が寝てる間にこの方が回答してくれたんですけども、僕が思うに自分の強みは自分の弱みを弱みだと思わないことが強みなんじゃないかっていう思いますね。